拡声器のトラブルが発生しておるようでございますが、いかがでございましょうか。どうやら電源が入っておるのはおるようでございますが、当初トラブルがございましたゆえ、ここからは私の地声で参りましょう。ではお願いいたします。ありがとうございます。では気を取り直して、皆様方よくぞ参られました。このように私が地声でお話をいたすのもなかなかに珍しきことでございましょうから、今の私も楽しんでくだされと思いましたが、これから演目の方を披露いたしたいと思います。ぜひともまずはオープニング演舞ようこそにて共に盛り上がってまいりましょう。さあお願いいたします。セミの声が心地ようございますが、皆様方こんにちは。私のこの姿どこかで見たことがあるやもしれませぬ。後ほどお話しいたしまするから、それまでによーく思い出しておかれてくだされませ。音の方はいかがでございましょうか。どうやら少々トラブルが続いておるようでございますが、まずでは先に自己紹介をいたしておきます。私は柳川藩二代藩主立花忠重と申しまする。柳川藩の初代藩主立花宗茂様、この方が私の父上であり、正確に申しますると、拡声器はつけてまいります。では今日はまだ入っておるようでございますから、スイッチは入っておるようでございますが、拡声器は入っておりました。ではいかがいたしましょうかな。少々流れが随分とぐつりと切れてしまいましたゆえ、今一度入場から参りますかな。では参りましょう。皆様方また後ほどお会いいたしましょう。では、気を取り直して、ここからのお時間は皆様方私と共に考えパフォーマンスにて盛り上がりましょうぞ。カメラの前の皆様方、カメラと申しましょうか、画面の向こうの皆様方も私と共にこの場を盛り上げてくだされますが、ぜひそちらにおられまするお友達の方、同僚の方、ご家族の方、共に盛り上がってくだされませ。さあ共に
橘下水道館の灌漑パフォーマンスを盛り上がってまいりましょう。本日は私、柳川藩二代藩主橘忠重が務めまするオープニング演舞はようこそ、とくとご覧あれ。さあ始まりました、灌漑パフォーマンス。皆様方、改めましてこんにちは。ようこそ柳川の地へ。本日はお越しいただき誠にありがとうござりまする。ではオープニング演舞、まずは手始めに皆様方の元気を私に示してくだされませ。さあ手拍子いて盛り上がりましょう。オープニング演舞ようこそ、いざ。ありがとうございます。さあ8月の2日、本日私の出番はこれにてしまいとなりまするが、また来週、烏帽子はございませんが、通常の私甲冑ではございませんが、この姿の私で登場してまいりまするゆえ、ぜひ柳川のうちに遊びに来てくださりませ。さあ本日8月の2日は何の日かと申しますると、先週来昼丸も言うておりましたが、土用丑の日でございますが、故に本日はうなぎを食べる日でございまする。ぜひとも皆様方のお家の近くにうなぎ屋さんがあれば、これより直行してくだされませ。ありがとうございまする。では改めまして、ようこそ柳川の地へ。の前にソーシャルディスタンスでございました。さ、ただいま私が着用しておりまするこちらのマスク、こちらは橘家資料館のミュージアムグッズでございます。今現在オンラインストアで販売中でございますから、ちょっと覗いていってくださいませな、お願いいたしまする。では私、柳川藩二代藩主橘忠重の自己紹介をいたしましょう。まず皆様方、私の橘忠重のこのただの文字でございますな、こちらでございます。この忠重のただとは、なんと徳川幕府二代将軍徳川秀忠様のただの字なのでございますよ。あまり届かれておりませんけど、あ、まあ確かに、まあ今の時代ではそうでございましょうが、実は昔この将軍様の名前をいただくというのは大変に名誉なことであったのでございます。このように将軍様のお名前をいただくということが許されたのは、国持ち大名、その他大大名、松平家の名のもとでしか許しがなかったのでございます。その双方にも当てはまっておらぬ私、柳川藩の二代藩主が何故それが叶ったのかと申しますると、橘宗茂様のいわゆるお人柄、人望でございまするな。それほど宗茂様は幕府においても信頼の厚い人物でございました。戦でも負け知らず、民には愛され、その生涯は80年以上と、当世でいうと100歳は優に超えておることでございましょうな。びっくりでございまする。さあそんな宗茂様の後を継いだ私、橘忠重でございますが、まあなんと偉大なる父が私の上におりまするから、後を継ぐ者としてそれはそれは大きなプレッシャーを抱えておりました。しかしの、宗茂様の時代、私の時代、大きく違うのは
江戸時代はつまり戦のない世の中を目指していこうではないかと、そういうふうに反省が切り替わったのがちょうど私忠重の代でございました。唯一立花家では宗重様のほか、いわゆるその他の藩主の中で戦を経験しております。それは島原の乱という戦でございました。大変な戦の残り火ではございましたが、まあ私は確かに多くの家臣たちを死なせてしまいましたが、しっかりと将軍様の前で父上と共に武功を称えていただきました。さてそんな私立花忠重がこれまでと申しまするか、その時代でございまするな、過去の時代どのように反省を整えていったのか、戦のない世の中をどのように作っていったのか、そこに関しましては近日北九州の博物館にてなんと各藩2代目の藩主たちに重点を置いた展示が始まるようでございます。そこには私立花忠重も出揃いまするゆえ、ぜひとも皆様方そちら行ってみてくださいませな、お願いいたしまする。では少しばかり自己紹介も終わりましたゆえ、まずは名乗り口上を披露いたしましょう。ではお願いいたしまする。皆様方この後名乗り口上が終わったらプレゼントタイムのお時間がございまするから、ぜひ最後までお付き合いくだされませ。では名乗り口上とくとご覧あれ。少々お待ちくださいませ。一度止めていただけませんか。冒頭の言葉をど忘れしてしまい申した。このようなことはめったにございませぬが申し訳ございませぬ。少々お待ちくださいませな。少々お待ちくださいませ。何でございましたかな。その何と申しましょうか。最初の言葉だけが頭から飛んでいってしまい申して。少々お待ちくださいませよ。なんだっけ。このように出ないことがございましたかな。いかがいたしましょうか。覚えておる方おりまするか。なんだっけ。少々お待ちくだされ。このようなことがあるとは、名乗り口上を忘れてしまうなどと。お待ちくだされますよ。少々お待ちくだされます皆様方。ここは姿勢を低くいたしまする。大変に申し訳ございませんな。私立花家資料館ミュージアムキャラクター立花忠重、当世によみがえりし約総合で3ヶ月といったところでございましょうか。自らの名乗り口上をすっぽがしてしまうなどと、これが初めてでございます。雷霧丸に怒られてしまいまするが、どうしても思い出すことができませぬ。応援してくださります皆様方、どうか私の元々あるセリフでございますが、少々お待ちくださいますよ。なんだっけ。ありがとうございます。ようやく思い出せました。ではお願いいたします。これは大変に失敬いたしました。では名乗り口上今一度とくとご覧あれ。11の年に元服、江戸幕府二大将軍徳川秀忠様の年長において加冠いたし、偏気を授かり、忠重と改め左文字の刀を賜り申した。豊けき水の国、この水を治むること、我が領土民の心を平らかにするものなり、
柳川藩二大藩主橘左近の証言、忠重である。名乗り向上でございました。申し訳ございませんが、最初のトクトご覧あれから何分ほど皆様方を待たせてしまいましたか。ではお願いいたします。何かこう、確かに私は過去にもいろいろに演目をやってまいりましたが、確かに忘れそうになってしまう時もございました。しかし、なんとなくのこう前のセリフのトーンなんかでスラッと言えてしまうのがそれまででございましたが、こたびだけは全く違い申した。最初の一言、11の年に元服、最も大事なこれがどうしても頭の中に返ってくることがありません。なんだゆえ、皆様方をお待たせいたしました。は申し訳ございませぬ、誠に申し訳ございませぬ。ではお詫びの気持ちも込めて、これからは商品紹介のお時間とさせていただきます。さあ皆様方、まず暑い夏には冷たいものが一番でございますな。夏みかんと申すように、我が立花家には代表するみかん農園がございまする。そしてお花の売店に販売しておりまするのは、その橘家のみかん農園で採れたみかんの生搾り 100% ジュースでございます。こちらは冷えており、さらに特濃のみかんジュースでございますから、誠に美味しい品でございまする。そちらはお花の売店で買うこともできまするが、本日は1本皆様方にプレゼントいたしまする。しかし条件付きでございます。これから私の出すクイズに答えることができた2人、そのお二人でじゃんけんという一騎打ちをしていただきまする。これに勝った者が私からのみかんジュースを授かることができるのでございまする。しかしの、ただあげるというわけではございませぬ。ぜひそのみかんジュースのお味をご自分の SNS アカウントを持っておれば、その SNS アカウントに、持っておらんというのであればご家族に、お友達に味の感想を、柳川のお花のみかんジュース美味しかったよと、そのように言っていただき、宣伝部長をしていただきまする。これが条件でございます。ではクイズを出しましょう。皆様方、挙手制でございます。分かったお方、こうではないかというお方から素早く手を挙げてくださりませ。では第1問、雷霧丸から問題を出させていただきまする。雷霧丸とは、当世にて橘家資料館のミュージアムキャラクター、私と共に今皆様方の前に出てこのようにパフォーマンスをしておる刀の化身がございます。しかしその本体は橘家資料館に展示しております、脇差し雷霧丸という刀でございます。さあこの脇差し、実は
脇差しとなる前はとあるホニャララという名前の太刀でございました。さあそのホニャララという名前は何でございましょうか。1番あでは A アスカ、 B オオワシ、 C チドリ。さあどれでございましょうか。分かったお方は手を挙げてくだされ。なかなかおらんようでございますな。では私から順に ABC 皆様方に伺ってまいりまするゆえ、ここだと思うところで手を挙げてくだされ。では参ろう。 A アスカだと思うお方は手を挙げてくだされ。では B オオワシだと思うお方、では C チドリだと思うお方、では D それ以外、あれ誰もおらんのでございますか。手を挙げてくださらねばプレゼントをお渡しすることができませんぞ。もう一度だけ問いまする。 A アスカ、 B オオワシ、 C チドリ。おらます、あ、おられますなんだな。あではこちらの問題、答えは C の千鳥でございました。雷霧丸という脇差しは元は千鳥という名の太刀でございまして、その千鳥の持ち主であった別鬼道雪様、このお方が雷を切ったことによりその名は雷霧丸と改名され、今の脇差しの姿となったのでございます。では最終問題へと参りましょう。私立花忠重は誰の息子でございましょうか。 A 立花直常様、 B 立花宗重様。さあ今度は簡単にいたしました。二択でございます。わかりまするか。では A 立花直常様だと思うお方、では B の立花宗重様だと思うお方、あれこちらもドローでございましたか。では私は答え合わせを参りまする。私は立花宗重様ではなく立花直常様の四男として生まれたものでございまする。何故私が宗重様を父上であると言うておるかと申しまするとな、生まれて私が物心をついた頃から父上として私のおそばにおってくださったのが宗重様だったからでございます。実は西国無双と呼ばれた最強の立花宗重様は子宝に恵まれませなんだ。やはり神は人々を皆平等にするように宗重様にも唯一その最強の遺伝子を残すことができないという欠点があったのでございますな。それゆえに宗重様の実の弟である立花直常様の四男として生まれる予定であった私をもう生まれる前から養子としてもらうという約束をしておったのでございます。ゆえに宗重様は私にとって叔父にあたるお方でございますが、生まれた時から私は宗重様を実の父のように思うて過ごしておったということでございまする。さあこれにてクイズを終了いたしまするが、皆様方ドローということでございますからいかがいたしましょうか。では最後にじゃんけんをいたしまするか。じゃんけんで勝ったお方にこちらのみかんジュースを差し上げましょう。では参りまする皆様方、拳を上げてくだされませ。さあ参りまするぞ。最初はグーじゃんけんポン。あれれれれれれ、おらぬようでございますな。皆様方恥ずかしがっておってはダメでございますぞ。せっかくのみかんジュースが冷めると申しまするか、あのぬるくなってしまいまするから、早いとこ皆様方にお渡ししたいのでございますよ。さあでは覚悟を決めて拳を高く上げてくだされませ。では参りまするぞ。
あ、おられましたな。では参りまする。最初はグー、じゃんけんポン。さあ、チョキを出したお方。あ、ではそちらのお二方でございますな。では、一騎打ちをいたしましょうか。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。お、ということで、ではお願いいたしまする。本日の景品はこちらの方にプレゼントいたしましょう。ネズミのキュートなお洋服を着ておられるお方でございますな。おめでとうございまする。ぜひとも足のご感想を皆様方と共有してくださりませ。さあ、では先ほども申しましたが、私が今着用しておりまするこちらのマスクは立花家資料館のミュージアムグッズでございまする。こちらはこのように包装しておりまするが、お一つ1500円と少々お得をございます。しかしの、こちら綿 100% でございまして、お肌にも大変に優しい品となっておりまする。さらにこのマスクの裏側はガーゼが二重構造となっておりまするゆえ、通常のマスクよりもよりこういい意味で密なのでございますな。より良い密なのでございますよ。さらに洗って何度も使うことができ、私のこちらを見ていただくと分かりますように、療養紋という家紋が刺繍で縫われております。誠に手の込んだ品でございましょう。シールではございませんぞ、刺繍でございます。さあ、ぜひその刺繍を近くで見てみてください。誠に凝っておりましょう。こちらをミュージアムグッズとしてオンラインストアにて販売いたしております。ぜひ帰ったらご確認くださいませ。お一人様お一つこちら療養のマスクお願いいたしまする。さあ、そして本日最後はこちらアクリルキーホルダー。私立花家資料館のミュージアムキャラクターでございますが、この3、まあ皆様方に分かりやすいよう3人と言うておきましょう。この3人はかつて NHK 大河ドラマ招致委員会公式イメージキャラクターとしてこの柳川の地で活躍をしておった柳川藩の初代藩主立花宗茂様、銀千代姫様、雷霧丸の3人でございますが、こちらの雷霧丸が当世にて今でも立花家資料館のミュージアムキャラクターとして頑張っておる御人でございます。この2人と1振り、ああ申し訳ございません、3人が今アクリルキーホルダーとして復活いたしました。さて、こちらお一つ税込み500円でございまするゆえ、誠にお求めやすい価格となっております。キーホルダーとしてどこにつけていただいても構いませぬ、かわいゅうございますから、ぜひ皆様方の旅のお土産としてお一ついかがでございましょうか。ここでしか手に入らぬものでございまする。ちなみにこちら再販いたしましてな、前回販売いたした時にはなんとすぐにソールドアウトしてしまった人気商品でございますゆえ、今購入できる今がチャンスでございます。こちらはどこで購入できるかと申しますると、こちらの付き人にお願いいたしまするゆえ、私のパフォーマンスが終わった後にはこちらの方でお問い合わせくださりませ。お願いいたしまする。では本日の最終演舞へと参りましょう。皆様方、本日は最後までお付き合いいただき誠にありがとうございまする。本日の最後は雷神という演目を披露いたします。ではお願いいたします。最後に共に盛り上がってくだ、いかがいたしましたか。ああ大丈夫でございますぞ。おそらくこれで転ぶことはございませんから、最後は皆様方共に盛り上がってくだされませな。お願いいたしまする。では参りましょう。最終演舞雷神出陣いたします。さあ、演舞雷神始まり申した。お手元が空いておられますればぜひとも手拍子にてこの場を盛り上げてくだされませ。カメラの前、いえ画面の向こうの皆様方も共に盛り上がっていただきありがとうございます。踊ってくだされませな。さあ、立花家資料館ミュージアムキャラクターは毎週土曜日と日曜日のこのお時間、そして少し前の11時30分のお時間に出てまいりまする。ぜひともまたお会いいたしましょう。
では突然ではございますが、皆様方、私の真似をして共に踊ってくだされませ。もう一度。さあ、暑い夏だからこそ共に汗をかいて盛り上がりましょう。この後もう一度参りまするゆえ、その時になったらぜひ私と共に体を動かしてくだされませな、お願いいたしまする。では参りましょう。最後にもう一度、せーの。ありがとうございました。はっ。最後までお付き合いいただいた皆様方、誠にありがとうございました。これにて本日の館内パフォーマンスはしまいでございまする。またどこかでお会いいたしましょう。最後に皆様方に一つだけ柳川の方言をお教えいたしまする。柳川ではゆっくりと、のんびりと、まったりと、そういったニュアンスをコッポラーっとと申します。コッポラーっと、ぜひとも覚えて帰ってくださいませな。ではこの後も柳川をコッポラとお楽しみくだされ。本日は誠にありがとうございました。では退陣いたしまする皆様方、ありがとうございました。